皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。では今回は This is a Police の82日目になりますね。プレイの方やっていきたいと思います。まずいつもの通り新聞チェックからですね。ジャック・ボイドっていうのは僕自身、署長、警察署長自身のことですね。市長と歯科医、犠牲者の関連性についてノーコメント。まあこれは前回そういうふうに、記者会見で言いましたからね。ジャック・ボイド、犯罪者はたくさんいると発言。有名 DJ、アティカスタワー屋上でプレイ。なんだろう、アティカスタワーって。そんな大きなタワーあったかな、このフリーバーグに。それといつもの通りの意味不明なメモなんですが、もらうものは夏でも小袖。やっぱりわかんないですね。では、今日も元気に出勤していきましょう。もう今日は珍しく経験者がいないな。よしよし。なかなかいい滑り出しが切れそうですね。歯医者事件解決後初めての出勤になりますかね。で、前回を視聴者からボーナスだな。で、給料とか確認していきましょう。おお、80ドル8000円だ、月給。リクエスト結果、よし、刑事も1人多く雇えるようになりましたね。刑事、誰がいいかな。能力みんな低いな、刑事。びっくりするぐらい、刑事の能力値が低いし、ドクター、デビー・フラジェラーに関してはもう完全なるおばさんですよね。ここはおばさんは回避しておきましょう。ちょっとさすがにおばさんを雇う勇気はない。スワット部隊アップグレードにも成功して、どうしようかな。1日3回出動にするか。で、ちょっと住居侵入事件が起きてますが、先にこっちを終わらせちゃいましょう。そしたら、ティナ・ホンテノット。彼を、彼女をシフト A の方に追加していきましょう。警官もだいぶ充実してきましたね。で、給料アップで88ドルになりました。で、マフィアから2552職員とシェアしましょうと。で、住居侵入事件に向かいます。もしもし、警察ですか？ドロレス・パークスですが、誰かが家の中にいるんです。下の階から足音が聞こえる。夫は出張中で、あと1時間は帰宅しません。結構すぐ帰ってきますね。今すぐ来てください。犯人はテロリストで金を盗んで私をレイプするつもりよ。私は部屋に閉じこもっているけれど、きっとすぐにドアを破壊して中に入ってくる。なんかこれ、ガセネタっぽいな。ガセネタっぽいんで、ベイカーを派遣しましょうか。おっと。ガセネタでも一人じゃ行ってくれないか。じゃあ、サンドをつけて二人で行っておいで。で、あとは、警察署の方に行ってですね、リクルートで誰がいるかっていうのをちょっと確認しておきましょうか。メリッサ・スペインにライアン・アンダーウッド。この辺りまでは使えそうですね。まだまだね。で、不法集会視聴者ですね。市役所の階段付近に大勢の人々が集まり、安楽死の合法化を要求している。抗議者たちは自分の人生、自分の死、自分で選択と唱えている。視聴者の役人たちによると、抗議者たちは自作のプラカードを持参しており、抗議は比較的穏やかな状況だという。まあ穏やかなんだったら、どうでしょう、プロクターにケネディ、この2人に護送車をつければ十分かな。この後ね、激化しなければいいなっていう感じですけど。あと、せっかくなんで視聴者に行って、視聴者じゃないな、警察署かな。警察署に行って、違う違う、副署長ですね。視聴者の方から副署長コマンドちょっと見てみたらっていうね、助言いただいたので、せっかくなのでやっていきましょう。職員に訓練を受けさせる、職員のために野外パーティーを開く、タレコミ屋を雇う、刑事に相談。
こんなもんか。で、証言者、あなたに不利な証言をしよう。神々だな。あなたに不利な証言をしようとしている職員の名前を見つけ出す。で、口止めは、あなたに不利な証言をしないよう職員に口止めをする。うーん、なるほど。そしたら、どうしようかな。タレコミ屋でも雇いますか。ここは、打った後、彼をタレコミ屋にしましょう。で、職員のために野外パーティーも開いちゃうか？せっかくなんでね。金も少し溜まってきたし。誰を入れるか。犬がいるし。パワーズもちょっと疲れ気味だしね。あとゴーディア、この3人にするか。なんか不公平感が出なければいいなっていうね。ところぐらいかな。では、進めていきましょう。不審人物。若い男が図書館に入ってくると、爆発物製造における科学とモノグラフについての本や、過激な内容の出版物を探し始めた。これ、いちいち見てたんですかね、若い男が入ってきた段階で。男が探していた本の奥は禁止書物だった。男は怖い顔をしていて、人を凍りつけるような目をしていた。と、図書館員のローランブーとは話した。なるほど。じゃあ、ここは打った後に行ってもらえますか？打った後に。さらに、ゴーティエ。で、住居侵入の方を、不法集会の方も。犯人は捕まえてますね。よしよし。じゃあ、戻ってきてもらって、住居侵入の方は、そうだよね。出張から1時間早く帰ってきていただけという話。戻ってきてもらいましょう、一人で。で、図書館の方は結構な事件になってるな。容疑者は警察に気づくと、バッグの中からナイフを取り出して、図書館員に向かって突き進んだ。そして、お前が呼んだのか、と叫んだ。これはね、もう突き進んでいってるかなり危険な状況だというのを、考慮した上で判断ですね。警棒で攻撃する。容疑者を撃つ。騒ぐな。図書館だぞ。これ図書館なんだから静かにしなさいっていう意味ですかね。ここはもう容疑者を撃ち殺しましょう。逃げられたの？撃ち損じたか。で、ショーン・コトレルオフィスビルからの通報です。ボイド所長、私はある民間軍事企業を代表して参りました。彼らは市からの多大な投資を希望しており、投資家に対するプレゼンを準備しています。その中で、いかに警官に対する不十分な訓練が市民の安全に影響しているか説明するつもりですが、これは私たちだけでなく、あなたにとってもビジネスチャンスとなるはずです。あなたの部下の中から特に弱くて怠け癖のある警官を2人お借りできれば、我々の職員たちの英雄ぶりが強調できます。いやー、どうなんだろう。これは無視しましょう。金は欲しいけどね。いや、でもな、せっかくベイカーとケネディが入ってきたし、ベイカーとケネディでも送るか。まあ、でもベイカーとケネディもね、170、160で平均を超える能力をもう有してはいるんですけどね。今日は事件が多いですね。デザイア公園での不審人物。教区民のマナブッシュは教会に行く途中で奇妙な若者の集団に出くわした。若者たちは風変わりな衣装を身につけ、棒で戦いロボットのような話をしながら走り回っていた。精神病院から逃げ出したのかもしれない。病院を繰り返した方がいいんじゃないのかという話ですね。じゃあ、ここはウッダード、ミルサップ、ゴーティエの3人を送りましょう。今日はちょっと事件が多いかな。まあ、180日間で50万ドル貯めるっていう意味ではね、少しペースを上げていかないと。所長、あいつらまるでロボットみたいでした。僕たちで全く歯が立ちません。でもすごく勉強になりました。あの人たちと20分過ごしただけで、警察学校での1年間よりももっと多くのことを学べました。コドレールさんは僕たちのダメっぷりに満足してくれて、あちらのトレーニング場でただで訓練を受けさせてくれるそうです。おお、いいね。ベイカーとケネディ、じゃあちょっとパワーアップしてきてもらいましょう。
訓練コースに送ります。でさらに5000ドルで、不審人物の方は5報と。今まで17万8000ドルなんで、あと33万ドル貯めなきゃいけないって考えるとね、結構いろんな手を使って金を貯めていかなきゃいけないんですよね。殺人事件、オフィスビルです。グラディス・シェルは同僚のマシュー・トランドーのコメントに激怒。彼女はホチキスで彼の頭を殴り始め、大声で怒鳴って秘書を非難した。彼女はひどいノイローゼだ、急いで来てくれと通報してきた上司は言ったと。どうなんだろう、ホチキスでしょ、ホチキス、ホチキスで殴ってそれほどの大事件になるのかな。なんともだな。おっと、2人で行けって言ってるんだけど、3人じゃないと言ってくれないパターンね。で、麻薬の密売事件ですね。匿名希望の人物から通報。貨物からコロンビアコーヒーが荷下ろしされているところなのだが、豆が入った袋の中にはヘロインが隠されているとのこと。荷下ろしの現場担当は数名しかいないらしいから、警察に包囲されれば彼らは抵抗なく降参するかもしれないと。なるほど。今、スワットチームが出せないんで、ちょっと待ちましょう。あと21秒。その間に強盗事件の方先に確認しますか。年配のコルネラ・デイビスから興奮した様子で通報。来てくれ、今すぐ強盗にあったんだ、コソドロに貴重品を盗まれたと。じゃあこれはパワーズとミルサップを出して、ヘロインの方にスワットチームが出せるかな。あと15秒か、10秒ですね。間に合うのか、スワットチームが。到着したわけか、戻っては来れない、しょうがない。ウッダードとゴーティエ、この2人で行ってもらいましょう。ちょっとね、人数が足りないのが不安だけどな。おお、オフィスビルの殺人事件の方は、女は2つ目のホチキスを掴んだ。もうホチキスで殴ってもね、たった2つのホチキスで狂っても、狂った女の手にかかれば立派な凶器だという話ですね。で、選択肢を見てみると、女の手を、女の顎に一撃を与える、女の血走った目を見つめ落ち着かせようとする。どれがいいかな、まあ、ここは女の手をまずは掴みましょう。死ぬことはないでしょう、さすがに。スワットチームは必要なかったかな、これに関して言うとね。で、強盗事件の方は、これは誤報ですね。騒音苦情が19秒。器物損壊も来てるね。いやー、結構事件が多いですね。さて、どうしようかな。戻ってきたものから出していくしかないね。まずは器物破損の方から出しましょう。パトリシア・パックラーは奇妙な器具を持った10人ほどの集団が彼女の農場をやってきたと通報。彼らはしばらくの間器具を持ってうろついていたが、急に立ち止まると穴を掘り始めたらしい。彼女の夫は自分の家を引っかき回されるのは不本意だとして様子を見に行ったが、結局喧嘩になってしまった。夫は殴られて重傷。まあこれはもう傷害事件ですね、殴った時点で。おっと、もう一人出せって。いや、3人で行かないと言ってくれないの。そしたら3人出すしかない。麻薬の密売の方も思ってる状況が深刻、しょうがないな。これはプラドを出しましょう。プラドに、プラド一人でなんとかしてもらうしかないな。で、器物損壊の方なんですが、こっちは3人出さないとダメなの。本当にプロクターとサヌではダメ。ちょっと確認しましょう。ダメだね。そしたら、ここはパワーズを出すしかないですね。で、騒状、騒音苦情の方はどうにもならなかったか。ただ、しょうがないですね。これは、うわ、市民が死ぬか、これで。騒音の苦情で市民が死ぬか。いやー、やられたな。ちょっと事件の数が多くて手に負えなかったかな。で、刑事事件の方は新しい証拠は見つかっていないということなので、ちょっとどっかの時にまとめてこれはやりましょう。で、麻薬の密売の方は犯人捕まえたね。さすがだな、プラドを出した甲斐がありましたね。で、さらにコカインも見つけたと。マフィアに売却を依頼して懐に入れちゃいましょう。よし、もう事件はないでしょう。
なかなかハードな一日でしたが、なんとか終了ですね。何？ベイカーとケネディは訓練コース中だからね。この訓練コースに出すのも痛かったよな。訓練コースに出さなければ、騒音苦情、死者が出た事件の方に、この2人を出せたといえば出せましたからね。はい、というわけで82日目お届けしました。いかがでしたでしょうか。次回は83日目プレイをしていきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。